お仏壇チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏光堂タンです。小林です。はい、小林さん。はい、滝本仏光堂、はい、インスタグラムも頑張らさせてもらっておりますので、はい、いろいろあのフェイスブックもやってますしね。そうですね、はい、あの静止画はタンさん多いですから。そうですね、はい、やっぱりあの顔いいのをいや気にしてませんでしたね。いや、もうフェイあのホームページを見たことあるんですけど、はい、タンさんの静止画多い。俺の静止画ほとんどない。ほんまですか。またあのぜひ見てください。タンさんファン見てください。はい、はいはい、それでは、はい、質問が来ております。はい、ありがとうございます。私の、はい、実母が、はい、実のお母様ですね、が先月亡くなりました。私、かっこ娘なんですけれども、はい、が、前々から仏壇を母から引き継ぎ守ってまいりました、はいはい、最近気になることがあり、はい、質問させていただきます。なるほど、はい、我が家は浄土真宗西本願寺、はい、と父から聞いてましたが、ね、はいはいはい、今回母の葬儀でお願いしたお坊様は、うん、父からのお寺にお願いいたしましたが、なるほど、なんとこちらのお寺は、信州大谷派でした。はい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 、はいうん、たまにありますね。そうですね、はいはい、今さら他のお寺に変更することは引っかかります。そうですね、はいはい、もちろん仏壇も大谷派の黒い柱がありました、うん、はい、はい、このままでもいいものか悩んでおります。なるほど、ぜひ教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回ですね、ちょっとあの、まあ、質問をいただいたんですけれども、はい、簡単に今の質問を言いますとですね、ありがとうございます、お父さんはですね、はい、浄土真宗本願寺派とずっと言ってる、我が家は、ね、はい、はい、でなんですけども、ずっと真宗大谷派様のお坊様が来られてたということですね。ですので、はい、真宗大谷派のお坊様に、はい、浄土真宗本願寺派の我が家へ、はい、お参りしていただいていいのかと。ということがご質問です、ね、ご質問になります、はいはい、でこのご質問に答える前にですね、そうですね、ちょっとまあご宗派の違う、うん、その宗派のとこ行っていいのかっていう話なんですけれども、はい、今回あの例えば他 の, そのご宗派さんいろいろありますよね、まあ、仙台宗とか新聞宗とかでございます、はいはい、なので全くこう言うたら全然関係ないところから行かれるっていうのは基本的にはあんまりないですよね、はいはい、今回の質問は、はい、そことはちょっとまたちょっと ね, ちょっとねまた違うんですけど、その、はい、浄土真宗様という括りの中の、まあ、10派の、はい、そうそうそう、はい、中の、まあ、言うたらお二つになりますので、括、ね、りとしては、まあ、いわゆるちょっと大きく言うと、まあ、ご一緒になるの で, そ, です、ね、はい、そこのこの言うたらそうこの生き生きですよね、はい、それはその違いがどうかちょっと理解していただいて、そうです、で、はい、答えになります、はい、ご丁寧にありがとうございます。すいません、はいはい、でですの で, です、ね、今回ですね、はい、真宗大谷屋様のご住職様にですね、はいはい、あの本願寺屋様のお宅に行っていいのかという、うんうん、緊急アンケートを取らさせていただきます。ありがとうございます。すいません、ちょっと緊急やったので15名さん。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で、いきますと問題なし、問題なし、もう全然いいよ、はい、問題なしっていう方が13人、15名中の13名、はい、はい、まあ、大半ですね、大半です、はい、で気になるなら、うん、浄土真宗本願寺のお寺様に変更されたらどうやという方が2人、はい、もう世襲様が気になるんであればっていう、はい、全然ここはこう言ったらもう基本的にいいよという方、そうですね、はい、はい、で絶対本願寺様に変更した方がいいって言われる方は0人です、はい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 、今回のご質問に対してはこういう結果。そしたら15名中ほぼ15名が、はい、そうです、はい、もう OK と、はい、気にならなかったらもう問題ないと、なるほど、はい、ということです。ありがとうございます、はいはい、今回ですね、うん、逆パターンもちょっと聞いていきます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、裏側かな、はい、はいはい、そうですね、また逆の質問が来たら ね, ねまた同じことになります、はい、はい、一緒に、はい、だから浄土真宗本願寺様のお寺様の方に大谷様のところに行っていいのかと、また同じ15名、はい、15名様、ここは数合わせんとね、トータル30名、ありがとうございます、はい、お仕事で頑張ってください、はい、で問題なしという方ですね、はいはい、うん、12人、あ、先ほどと同じでほとんど、ね、そうです、はい、で気になるなら、はい、あ、大谷屋様のお寺さんに変更したらどうやという方がお一人、お一人、はい、で必ず、うん、新種大谷屋様の方に変えた方がいいという方が2人か、今回はこちら2人、なるほどね、はい、はい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 、ということです、はい、であと細かく、うん、両方とものお寺様なんですけれども、はい、問題なしという答えていただいた方のアンケートでいきますと、はい、同じ阿弥陀様なので、なるほどなるほど、はい、で同じあの浄土真宗なので、そうですよね、はい、問題ないと、はいはいはい、そしてその全然さで関係ない、私も行っていると、そうです、
だから浄土真宗さんがその親鸞聖人、はい、そうです親鸞聖人とこは同じだと思うんですね。そうですので、はい、私も大谷屋様で本願寺様行ってると、うんうんうん、行き来してるから、はい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 、問題ないという方がで、この必ず、はい、変えた方がいいという方は、もう分かったんやったら、なるほどね、やっぱりきっちり行ったらどうやという方がお二人さんおられたという形になります。どうですか今回のこの結果を受けて、タンさんどう思われますか。そうですね、まあ、30名の方にね、小林さん聞いていただいて、はいはいはい、まあ、大多数がもう問題ない。そうですね、基本的には30人聞いて28人はもう、ね、そうですね、お答えでございますね。手塚さんもそのお寺さん帰るっていうのはちょっとあの気になるところがあるっていう、ね、ずっと今まで来られたかったわけですから、はいはい、その辺も踏まえると、はい、今まで通りの来ていただいてるお寺さんで、はい、ええんではなかろうかっていうのね、私はそんな気がします。そういう結論をしていただいて、はい、今回あの、まあ、アンケートも取らせていただいた会があったと。ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、以上でございますね。はい、はい、まあ、ぜひ参考していただいて、はい、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。